Eight decades ago, in 1935, the New Market was completed. It was the birth of what would become known as the world's greatest fish market.一つの我々の所作であったり思いっていうのが全部その食べる人にまで伝わると、品物に気持ちを乗せてお客さんに届けると、それがあの我々の使命ですし、我々がこれからもしていかなくちゃいけない、築地人として一番人としてしていかなきゃいけない。魚って一匹ずつ価値観違うんだよ。仲卸の仕事は評価機能と文化機能を持つ。世界中の一番っていう食材は全部ここに集まってくる。品物のいい悪いは我々がそれこそ見聞き。ただ俺はもう本当に自分の好きなエビを好きな人に売るだけ。今日少し大きいけど、はい、天然だ。築地は人間を売ってるのよ。その人間に惚れて買いに来る。今ちょっと無事あります。職人がいる場所だから。一番いい場所です。はい、だってあそこなかったら商売ならないんだから。これ一番並びだからね。僕は売り買いというのは戦いだと僕は思うんですよ。今ちなみに言い悪いわけでんだけどね。だから朝一番に背馬かけて芋を隠しちゃうわけ、中側に。それをどうするか、中側に乗るな。まあ、基本的には気に入らないマグロをお客さんには渡さないんで。今日は一応山椒用意してください。すんごいね、この油が半端じゃないね、これ。こっちだな、寝かしてこっちだろ。まあ、1ミリでも妥協すると、もう気づいた時にはもう2ミリ妥協してるんですよね。The intensity is partly the passion. I don't know of any other place in the world that has such a long history of rich traditions. It's one of the seven food wonders of the world.And to me as a chef, it's one of, I mean, if you're an archaeologist, you go to the pyramids. 世界一じゃないですね。世界唯一です。The only one です。あれに匹敵するなら世界中に行ってもらう。Over decades, it's seen the world change and millions of people come and go. The name of this market is Tsukiji.